腹を肥やし民を苦しめる悪漢どもよ、天下のご政道乱すは万死の罪、もはや許さぬ、名もなき民草に代わって成敗いたす。さて今宵は上がりが多いから大量にばらまけるな。さてどれから配るべきか。最初はむ、やはり目を引くものがいいな。やはりこれだな。ずっしりとくる重みと金の光は誰をも虜にする。また貴族が出たぞ。あなた早く子供たちを奥に。それ我が家の代々伝わる家宝が粉々に。おばあちゃん、それは食べ物なんかじゃ。あ、おばあちゃんの歯が金歯に。ちょっとせっかく寝かしたのに起きちまったじゃないのさ。こんな金塊に投げ込まれたって使えるわけないだろう。うむうむ、歓喜の悲鳴を上げるほどに嬉しいか。それ、今度はこれだ。これでしばらく食事は豪勢になるけど、この寒空に扉を壊されるとね。わしは寒いのは苦手なんじゃ。先月張り替えたばかりの天井が。ビミ、ああ、いいことをした後はなんと気持ちがいいことか。この穏やかな夜空を騒がすとは薄いな輩だ。うむ、仕方がないか。今日はこれぐらいで引くとしよう。それにしてもだだっ広い屋敷だな。あまり金がないようなことを言っていたが、こんな屋敷に住んでいるんだから結構金持ちなんじゃないか。博はもう少し鑑定眼を磨く必要ありだね。どういうことだ。立派な屋敷に住んでいてもお金持ちとは限らないね。アトイさんの言う通りなのです。この屋敷は貸し与えられているものであって兄様のものではないのです。ああ、やっぱりけ。装飾品とか質素なのが多かったからそんな感じかと思ったんや。うん、言われてみれば確かにそんな感じか。いや、本当はそうだと思っていたんだ。わからん、何かが違うのか。と、悪い。いえ、こちらこそ失礼しました。少々考え事をしておりまして。それでは失礼いたします。今のん、どこかで会ったことなかったかな。そうだったか。そう言われるとどこかで。この屋敷ですれ違ったとかじゃないのか。そうかな。姉様、皆さん、こちらです。あ、はい。よく来てくれたな。楽にしてくれ。相変わらず、これがあのウコンと同一人物とはとても思うが。話というのは他でもない。
貴公らも知っての通り、昨今この城下では賊の被害が頻発していてな。そこでとある人物が自分のところの蔵が襲われることを懸念し、張り番を増やしたいと依頼してきたのだ。蔵の張り番ね。馬屋どころの掃除やらゴミ拾いと比べれば少しはそれらしいか。雑用じみてるのは変わらんが。こたびの件、その人物たっての願いでな。本来ならこういった私的な依頼は受けないんだが、今度ばかりは例外とさせてもらう。何せこちらにとって好都合な話であるからな。というと？依頼してきたのが発注商の一人、デコポンポだからな。あのデコポンポなのですか？発注商ってのは確かこのヤマトの要となる8人の大将軍だったよな。はいです。帝から直々に将の意を与えられた8人、それぞれが国の王路であったり皇族であったりして、その地位は近衛大将である兄様より上なのです。あやや、うちのトト様ってそんな偉かったのけ？え、どうかしたのけ？あのアトイさんの父様、海のソヤンケクル様は帝から海の統治を任されたとても偉大なお方なのです。どうして知らないのです？そう言われてもな、トト様あんなやし、あんま興味なかったし、いっぱいいるから大したことない。発注なのです、いっぱいなんていないですよ。でもルルヤのトト様とかも。そうや、ね、それはそうなのですが。あ、そんならルルヤンってすごいお姫様なのけ？いえ、私はマッシですから。そんなこと。自分に跳ね返ってることに気づいてないのか、アトゥイのやつ。いいとこのお嬢様と思ってたが、そこまでとはね。それはともかく、まさか相手がお偉いさんだから特別に引き受けるってことか？らしくないな。まあそんなところだ。頼めるか？まあいざ、どうせやることに変わりはないからな。感謝する。蔵の前に座り込んでいればいいだけか。はあ、なるほど、こういうことか。クオンたちが言っていた鑑定官がどうのとかいう意味がなんとなく分かった。にしてもどんな悪どいことしたらこんな贅沢なところに住めるんだ。そんなこと言ってはダメだよ。こんな立派な御殿の主なんだもの、きっと立派な御人に違いないかな。つまりこれが豪勢で美しいという感じか。うん、言われてみれば素晴らしいじゃないか。目がチカチカして悪趣味な屋敷やえ。皆さんいらっしゃったみたいですから。おっと、おみやらが補充の者たちにやもか。わしがデコポンポにやもよ。そう固くならずともよいにゃも。我が輩のように高貴なものを前にして緊張するのはわかるにゃもが、さて話は聞いておるだろうが、おみやらには蔵の番をしてもらうにゃもよ。最近都を騒がす賊どもの噂は耳にしておるにゃも。まったくこううるさい輩にゃもよ。我が輩の配下は各地から集めた手だれが揃っておるにゃも。そんな賊ども忍び込む前に軽く仕留めるにゃもが、いかんせん見張るべき蔵が多いにゃも。仕方なくおみやらの手を借りることになったにゃもな。くれぐれも足手まといにはなるにゃもよ。
では、あとは任せるにゃも。ところで、その方。私かな？にゃも。面白いことを申していたにゃもんな。立派な御殿の主がどうのにゃもと。なかなか分かっておるにゃも。これらの壁の縁も置物も調度品もすべてわしのような一流の男にふさわしい一流のものを取り揃えたにゃもんよ。いやいや、おみやらのような下々のものにさえもわしの偉大さが伝わってしまったにゃもん。にゃぷぷ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 ぷ。下々のものね。どう見てもこいつらの素性は下々って感じじゃないんだがな。それにしてもニャモニャモうるさかったな。なかなかの人物みたいだね。はいです、見た目通りの男なのですよ。そして兄様を目の敵にする者の筆頭なのです。そっか、猫ねさん。ウコンのことだから何かあるかと思っていたが、蔵の見張りをするだけか。いや、今回は楽でいいね。キュール、終わったら一杯付き合え。あの、ハクさん。どうした猫ね、プルプルして。便所なら暗くなる前に行ってきた方がいいぞ。さてと、あの、ハクさん。なんだ？いや、何を出してるんですか？見てわかるだろう。見張りに必要なものだな。でもそれ、お酒と遊具にしか見えないのですが。それに見張りが終わってから一杯って話じゃなかったんですか？いいんだよ、こいつは寒い時に体を温めるもので、こいつは見張りで暇な時間を潰すのに必要なものだからな。あの、いいんですか？うん、いいんじゃないかな。今回の任務はそんな肩肘張るものじゃないし、たまにはね。猫ね、ねさん。姉様の言う通りなのです。でも兄様の時に同じことをしたらぶち転がしますですよ。うん、猫ねさん。あ、将棋やね。なあなあお兄さん、そんならうちと一曲やろ。これでもうち将棋は得意なんや。じゃあ次は私かな。ではその次は私なのです。その次はウルティエだね。私もですか？うん、ルルティエも将棋好きだよね。はい、それでしたら。ふん、面白い。帰り討ちにしてくれる。大手飛車取りです。おかしい、こんなはずでは。お兄さん、ちょっと弱すぎやえ。これで4連敗なのです。口ほどにもないとはこのことなのです。あ、ハク、そこは。いや、いい、分かっている。でもそこは。分かってるって。ここはここだ。ここで飛車取り返した。なんだよ。あの、ごめんなさい、桂馬いただきます。え？あやや、悪手や。そこは歩を置いて足止めとかが良かったかな。こんなはずでは。でーん、何やってんだよ、もどかしい。そこは歩を置いて足止めするとかあるじゃんよ。ん？なんで。ちょっとどけよ、俺にやらせてみるじゃん。
お前、この間の。まんまと罠に引っかかったな。これぞ貴様らをおびき出すための策。こうして負け勝負をしていれば貴様が現れると踏んでいたからだ。なんだと。なあなあ、もしかして負けてたのってわざとやったんけ。当然だ。自分があんな簡単に負けるわけないだろう。敵を騙すにはまず味方からだからな。やばい、いろいろごまかすために思わずはったりを。なんか尊敬の眼差しが痛い。こっちは別の意味で眼差しが痛い。くしくしおっと、逃げられると思うなよ、ミカさんぞ。主に自分のために。てめえら、やっちまうぞ。おかしら、何やってるんすか。そうっすよ、せっかくうまく忍び込めたってのに。うるせえ、やっちまったもんは仕方ねえじゃん。あの、この間は…おめえらは…おかしら、エジどもも気づきやした。このままじゃ…くそ誰てめえら、とっととずらかれちゃうよ。待て、誰か待ってたまるか、このうっこたり。うっけうっけ。エヴァだ。誰だ、こんなところにいるのんこ放置したやつは。逃がしたか。なんて早い逃げ足だ。悔しいが、あれでは追いつけん。そういう言葉はせめて追おうとする素振りを見せてから言うものなのです。何言ってる。闇夜は奴ら盗賊の領分だぞ。下手に追って返り討ちにでもあったらどうするよ。それで本音は。めんどくさい。今回の任はここの見張りであって、賊を捕まえろなんて言われちゃいない。せっかく逃げてくれるのを追っかけて町中を走り回るなんて冗談じゃない。もう何も言う気になれないのです。あの人たちってこの間捕まえた人たちですよね。あ、どうしてまた。話の流れからしてまた脱獄したんだろうな。しぶといっていうか、よくまた脱獄できたもんだ。またって本当に良かったんですか。逃がしちゃっても。いいんだよ。自分たちの役目はここを守ることだ。ここをほったらかして奴らを捕まえることじゃない。賊はどこにやも。蔵は無事にやもか。なんとも暑苦しいことで。な、随分欲が深いって話だし、財産が無事か気が気じゃないってとこか。おめえら早く質問に答えるにゃも。ああ大丈夫です。襲ってきた奴らはなんとか撃退しましたんで。そうにゃもか。でその賊はどこにゃも。あ、それが蔵は守れましたが賊には逃げられ、うん、ああいえいえ、逃走した賊の捕獲を考えたのですが、この蔵を守ることを優先しました。逃がしたにゃも。逃げた奴らがおとりで、追いかけたらその隙にってこともありえますんで、おかげで蔵はこの通り無事です。にゃもも。とりあえずは褒めてやるにゃも。あれが兄様と同じヤマトの将ですか。仕方ないかな。人は皆オシトルのようにはなれないから。
しかし、かったるい仕事だった。見張りなんて疲れるし眠いし、もうこりごりだ。ここにもこんな人がいるしね。そういえば、どうして私の言葉を止めたりしたんですか？言っていることは結局同じだったと思いますけど。ん？まあまあ大したことじゃない。さっきのお前みたいにさも自分に非があるような言い方したら、ああいう気合は絶対つけ込んでくるからな。ですが、賊を逃がしてしまったのは事実です。兄上の使いとして来ているのに。何言ってんだ。仕事はきっちり果たしただろ。え？さっきも言っただろう、今回の任は蔵を守ることだってな。賊をどうしろなんて話は一言も言われてないだろ。だから失敗なんかしちゃいないのさ。その通りなんだけど、こういう時ばっかり弁が立つのはなんでなのかな。どうして兄様はこんな。なあなあお兄さん、帰ったらまた一曲しよう。ルルヤの方も決着ついてないし、今度は本気の勝負やえ。ルルヤもそれでいいて。はい、とっても楽しみです。今日は疲れてるから、また今度な。一大事でありますぞ。一大事、一大事でありますぞ。デコポンポ様、なんやもう、ボコイなんて。わしは今蔵を調べるのに忙しいにゃもう。それどころの話では、実は。なんじゃと。誰も立ち入らせてはいないにゃもな。それがすでにケイラの者たちが実況見分を始めておりまして。なに、てなことにゃも。何だったんでしょう。さてな。兄様、無事兄様からの任務を遂行したのです。よく役目を果たしてくれた。みな、怪我はないな。はいです。それで押しとる。そろそろ今回の依頼の裏にあった事情教えてくれるんだろう。え？それは私もちょっと気になってたかな。裏ですか。気づいていたか。ま、あれだけいろいろ匂わされればな、なんとなく裏があることくらい察しはつく。そうだな、話しておくか。これは今後にも関わることであるゆえにな。今後ですか。うん。実のところ、こたびの依頼人であるデコポンポ将軍には不正の疑惑があったのだ。というと横領とか脱税とかか。それもあるが、今回の一件はよりもっと直接的なもの。ご金製の品を隠し持っているという疑惑だ。ご金製ね、何やら物騒な感じがするな。取り扱いが危険だったり、危険な用途にしか使い道がないようなもの。この国、そういうのの取り締まりは厳しいと思ってたな。そうだ、厳しく規制し取り締まっている。特にこの帝都ではな。こう言ってはなんだが、デコポンポ将軍は将の器たる男かと聞かれたら、少々首をかしげざるを得ない。だがしかし、どうも悪知恵だけは回るのだ。巧みに取り締まりの目をかいくぐり欺いていく。そして発注将という立場を利用し、圧力をかけて自分に査察が行われないようにしていたのだ。それゆえにこれまでその尻尾をつかむことができなかったが、だが先ほどどういうわけか、そなたたちが守っていた蔵とは別の蔵が賊に襲われてな、賊に入られたとなれば、たとえ発注商の屋敷とはいえ、ケイラはそこを調査せねばならない。するとそこから隠していたと思われる五金製の品が出てきてな、ちょっとした騒ぎになっている。
これまでの小銭稼ぎならばまだごまかすこともできたであろうが、今度ばかりは物が物だ、何らかの沙汰が下ることになるであろうな。なるほどね。つまり自分たちはおとりだったというわけか。本命を荒らすため屋敷の蔵で騒動を起こして、そちらに目を向けさせるためのってことは、こっちを襲ってきた奴らもお前の差し金か。え、それは少し違います。あれは我らの仲間ではなく、情報を流して誘導した者たちです。おいおい、こいついつの間に。ふーん、かわいい男やけど、なんだかあまり面白そうじゃない男やな。これは手厳しい。この男、そうだ、どこかで見たことがあると思ったら、賊の討伐の時にいた。紹介しておこう。この者の名は王尉。今巷を騒がせている義賊の者だ。オシトルさんとはよくよく利害が一致しまして、こうして協力し合っているんです。それが目的のものか。ご明察です。いわゆる裏帳簿というやつですね。いや、随分と楽な仕事でした。ご協力に感謝します。兄上が賊と手を。いや、兄上には何か考えが。人に表と裏の顔があるように、この帝都にも表と裏がある。秩序はその双方に安寧をもたらしてこそ盤石足りうるのだ。彼らは賊といえども圧巻ではない。それがしの手の届かぬ裏の帝都を知る者たちだ。立場は違えど志を同じくしているとそれがしは思っている。そんな大それたものではないんですけど。だが間違ってはいまい。要は自分たちの同輩ってわけか。しかしこれだけは言っておかねばいけませんね。我々は持ちつ持たれつ、どちらが上というわけでもありません。まあそういうことなら納得だな。ハクさん、そう固く考えるなって。悪党を懲らしめるためには時には小ずるい手を使わなくちゃいけない時もあるって話だ。そりゃ大手を振って言えることじゃないが、上に立つんなら清濁合わせ飲むってことも必要なんじゃないか。そうですね。ではこれがお約束のものとなります。確かに受け取った。おお、これは食い出のありそうな輩が並んでいる。手を打つのでしたらなるべく急ぐことをお勧めします。さもなくば姉がかけることとなりますので、ご了承のほどを。できればそれまでの間足止めをしてもらいたいものだがな。ご冗談を。姉上を止めるなどそのようなことは僕にはできませんよ。姉上は自由にかけてこそ輝くのですから。そうであったな。ああそうそう、このつながりは長である姉上の知らぬことなので、どうかご内密に。おいおい、いいのかそれ。姉上が知ったら朝廷に組するとは何事だと激怒するでしょうね。それはお姉さんを裏切っていることにならないのかな。いえいえ、姉上のあれは憧れの裏返しですので問題ありません。姉上は素直じゃありませんから。ですのでもし姉上に出会うことになりましても、ご内密にお願いします。なんというか、つかみどころのないやつだったな。どうやら奥義に気に入られたらしいな。あ、気に入られたって。いや、こちらの話だ。さて、これがこたびの特別手当だ。納めてもらいたい。お、それじゃあ遠慮なく。この重さ、結構入ってるな。これなら当分の間悠々自適に済ませる。
何を置いてもまずは甘味だな。あとはうまいサルト料理。せっかくだ、ここは贅沢に。それじゃあ、ハク、預かるから。あ、おい。今回の経費に宿泊費、お茶代、着物代に今後の資金を引いて、はい、お小遣い。お兄さん、シリに敷かれてるんやね。ほっとけ。さすが、分厚い貿易してるな。だが、このスーパーハカーに隙はなかった。この程度の壁、我が腕の前ではあってなきになるほど。うわっ、水、やばい、こっち来んな。撤退、戦術的撤退。回線切断、強制解除して。逃げ切れたか。危なかったな。もう少しで逆探知されるとこだった。最近ますますセキュリティが強化されていくな。ここまでガチガチに固めるとよほど後ろめたいのか。あちらさん、絶対何かろくでもないことしてる。こりゃもう少し深く潜ってみる価値はありそうだが、しばらくは無理だろうな。仕方がない。ほとぼりが冷めるまでおとなしくしているか。と、もしもし。ああ、兄貴か。どうした？どうしたではない。何日も連絡を入れなかったのはそちらだろうに。あれ？あ、そうだった。すっかり忘れてたよ。やれやれ、相変わらずだな。たまには外に出て森林浴でもしてきたらどうだ？森林浴なら、この間の兄貴の代打として緑化実験プラントに行った時一生分してきたよ。もう、あそこはどうだった？所長が随分とお前を褒めていたぞ。ぜひ正式に迎え入れたいと言っていたが。断っといてくれ。抜くと悲鳴を上げる株や走り回る大根、まして人を食おうとする巨大ウツボカズラとか。あの連中、地上をどんな世界にするつもりだ？そんな出来損ないのモンド映画みたいな世界作りたくはないね。そうか。ではあの話の方は考えてくれたか？兄貴の研究を手伝えって話だろ。悪いけどそれも遠慮するよ。自分のことはそこそこできると思っちゃいるが、さすがに兄貴を手伝えると思うほどうぬぼれちゃいない。すると兄貴のひいき目な気がするがね。やれやれ、私は研究に市場を入れるほど甘くないつもりなのだが。まあいい、その話は次の機会にしよう。それよりもだ、相変わらず部屋にこもりっきりのようだが、ちゃんと食べてるのか？ん？なん、ちゃんと食ってるよ。夜更かしはしてないか？また清掃機が処理しきれぬほど散らかしたりはしていないか？言われなくてもやってるって。子供じゃあるまいし。では突然誰かに押しかけられても恥ずかしい思いをしないということか。そうか、それを聞いて安心した。ん？ならば何も問題ないな。兄貴、さっきから何を言ってるんだ？そろそろそっちに着く頃か。スク、まさか。ごめんください。元気にしてた？ね、姉さん。あ、また部屋を散らかしたまま。
食器も洗わないまま。もうレーションばっかり食べて。待ってて、すぐにご飯の支度をしますから。今日はちゃんとした料理を食べさせてあげるわね。あげるわねって気持ちは嬉しいんだけど、姉さんの料理は。もうそんなまた意地悪なこと言って。大丈夫よ、今日はちゃんと先生を連れてきてますから。先生。やっほー、おじちゃん来てあげたよ。喜んでよね。今日はおじちゃんのために大好きなカレーを作ってあげるんだから。ハク、もっと真面目にやるですよ。仕方ないだろう、生理現象だ。この寒い中こんなところで何時間もくしゃみの一つも出ない方がおかしい。お茶をどうぞ。少し冷めてしまいましたけど。ああ、これは助かる。皆さんもいかがですか。うん、ありがとう。いただくね。すみません。それでは。わあ、ぽかぽかやね。はあ、甘くて美味しいのです。あ、蜂蜜が入ってるけど、いいの？はい、家から送られてきたものですから、遠慮なさらずに。ルルヤンは本当にええ子やな。うちが男やったら、絶対にほっとかないや。うん。温まる。あとはこいつに。これを加えれば最強に温まるってもんだ。デートは昼間は暖かいんだが、夜になると寒いんだよな。こうして突っ立っていると寒さが身に染みてくる。寒い。せめて火を焚けたら。仕方ありませんよ、見張りなんですから。何が見張りだ。こんな茶番に見張りなどいらんだろうが。クソ、こんな寒い夜は風呂に浸かりながら酒を一杯やれたら最高だろうに。盗みの予告？ああ、中央通り近くに氷菓子の屋敷があるのを知ってるか。今朝方そこに蔵を破ることをほのめかした文が投げ込まれてな。なんでも民から不当に搾取する悪漢に天誅を下すと。ああ、どこかで聞いたことのある文句だな。気づいたかもしれんが、そいつはノスリの仕業でな。ノスリ。あ、あれか、この間の連中のことか。そうだ、裏でウコンとつながりのある族たち、連中の協力でレコポンポというオシトルを目の敵にしていた奴の不正が暴かれたんだったな。いわく民を苦しめている管理や不当に利益を得る干渉などの悪漢どもから盗みを働き、民を救済する義賊だったか。ってことは、今度もまた何かしでかす気なのか。うん、ああ、それなんだが、ちっとばかり面倒なことになっちまってな。知っての通り、奴らとは協力関係にあり、ことを起こすのは前もって綿密な打ち合わせの上に行われている。だが、
今回のは予定に組み込まれていないことでな。聞いてみたら、長であるノスリが一人で先走り、勝手にその蔵を破ろうとしてるって話だ。何でも以前、強引に借金を取り立てている場に出くわしたらしく、そんな非道は許さんってばかりに、その氷菓子に天誅を与えるつもりらしい。まあ、気持ちはわからんでもないんだが、こっちとして正直勘弁してもらいたいとこでな。へえ、ウコンもそういった輩は許せないんだと思ってたんだがな。そりゃそうだ。だからその氷菓子にはいろいろと仕込みをしている最中でな、今余計なことをされるとこれまでの苦労が水の泡になっちまうのさ。ああ、そういうことか。そこでだ。なんか嫌な予感がしてきた。待て、また面倒な頼み事をする気じゃないだろうな。おいおい、まるで俺が面倒事しか頼んでねえような口ぶりじゃねえの。面倒事しか持ってきてないように感じるのは気のせいか。なに、忍び込もうとするノスリを見つけて追い払ってくれればいい。ただそれだけだ。簡単だろ。おい、流すな。確かに簡単そうではあるな。言うだけなら、実際やるとなったらえらく面倒くさいと違うか。っていうか、そんなの向こうの連中にやめさせろ。面倒くさい。そう言うなって。何でもあちらさん別件があって動けないんだとよ。こっちの方も顔が割れちまってる以上、下手に接触するわけにはいかねえしな。なわけで、あんちゃんたちに頼むのが一番なのさ。で、捕まえたりせず追い払えか。とんだ茶番だな。茶番で結構じゃねえの。うまくいってんだから、細けえことは気にすんなって。毎度のことながら、オシトルと比べて性格変わりすぎだろう。そうそう、このことはくれぐれもノスリには内密で頼むぜ。ほんとに茶番。正直言って面倒くさいことこの上ないが、関わってしまった以上仕方がない。とっとと見つけ出して偶然を装いつつ追い払うぞ。そうですね、向こうも騒ぎにはしたくないでしょうから、姿を見られたら逃げるしかないと思いますし。言うだけなら簡単なのです。分かってるよ、そんなことは。話によればこの辺りの下水道から侵入する気らしいんだが、来なければ話にならんし、別のところから忍び込まれたら見つけようがない。手分けして見張らなくていいんだ。ああ、それも考えたが、不測の事態に対処しづらくなるからな。決して面倒だからじゃないぞ。あ、やっぱり面倒だったからなんだ。
っとやめろ。冗談抜きで本当に落ちる。落ちたらシャレに。例の町人が屋敷に忍び込もうと下水の蓋を開けたら、ちょうどその上を歩いていた自分がそのまま落ちた。そしてしがみついた結果こうなったってわけか。だがすまない、手を離す気はない。離したら真っ逆さまだからな。オフ。なんでこんな目に遭わにゃならんのだ。それで目的と思われる人物はもういなかったんだ。サム、一緒に落ちたはずだが、水面に顔を出した時にはもういなかった。そっか、そのまま溺れたとは思えないし、逃げたと思っていいよね。となるととりあえずは目的の達成になるのかな。だったらもう帰るぞ。いつまでもこんなとこにいたら凍え死ぬ。なあなあお兄さん、お兄さん。なんだ。くそい。待ってるよ。お前ら功労者にその仕打ちはないだろう。少しくらいねぎらえ。いえ、その別にそういう意味では。お兄さん、穴に落ちただけやのに。それでよく平気なのです。平気なわけないだろうが。わざわざとどめを刺すな。くそ、もう少しねぎらいの言葉があってもいいだろう。何はともあれお疲れ様。それじゃあ早く帰りましょうか。体を温めないと風邪をひいちゃうものね。あの、大丈夫ですか。よかったらこれを。これは気持ちはすごく嬉しいが、こんなので拭いたら
さすがに悪い気が。あく、白狼閣に戻るまでこれで我慢してね。お、あく、せっかくだから借りたらどうかな。そのままだと風邪をひいちゃうよ。姉様、アピルが汚れてしまうです。いいのいいの、汚れたなら後で洗えばいいんだからね。はい。うん。